初期の言葉の使い方ってもっと今は口語、こういう口語が多いんだけど、昔はもっと文学みたいだったんで、ロシア文学を和訳したみたいなのが多くて、でも俺は結構その生活ってアルバムがすごいヘビーなんだけど、すごい好きで、でも逆にそこで例えば漢字2文字ですごい説得力持つっていう、そのヤンキーが使う漢字と違うもうちょっと文学的な詩のノリっていうのは、もしかしたらすごいインプットされてる気がするよね。俺が中1でエレカシオの CD を買ったのがすごいなって思う。